こんばんは。全国の明日の天気をウェザーニュースキャスターの江川さえねがお伝えします。それではアイコンで確認していきましょう。明日も日本海側を中心に雪が降りやすい空が続きます。特に北陸から山陰にかけて、こちらでは大雪の恐れがあります。センター試験初日ですが、交通機関に影響が出る恐れがありますので、時間に余裕を持って行動するようにしてください。太平洋側、晴れて日差しが届く地域多くあります。ただ最高気温が10度に満たないといったところも多くあります。暖かくしてお過ごしください。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。